あ、儀式ですかこれが。何？これ3人撮ってください。はい。すごい。はい、三、二、开始了。啊，我是松道汉野啊，请多多关照。我是富田健太郎，请多关照。我是少林亮太啊，请多关照。お願いいたします。お願いします。お願いします。このノート何ですか？メモ帳です。我饿了，我累了，我很困。課長が元気です。我是四郎。我是四郎。啊，你是啥？我是四郎。啊，一直連呼してください。两回。やばいじゃん、なんかそれ。絶対良くないやつじゃん。やだよ。何ですか？もう言わない。私はスケベです。入りたい。意地悪だよ。覚えちゃったじゃん。我是四郎。基本的なこと覚えずに。変なおじさんです。我是四郎。なんかすごい有名なところ？この通り？ここは一番南京で有名な。中華街とかこういうところモチーフとなってんのかな？中華街もこれ全部中華だ。3日中国語勉強してきたからそれをチャレンジしてもらおうと。待って待って待って、いや劣る劣る、やばいやばいやばい。頑張って、1人100元あげるから、シェシェ、自分の好きな食べ物とお土産1つ買ってきてください。バラバラで行ってもらいます。バラバラっすか、しかも。うわ、通訳しますよ。どうしてもダメな時は通訳さんに何て言うのか聞いて、自分の言葉で、自分で言ってください。なるほどなるほど。時間は1時間。でも1個1個でいいんすね。1個1個でいい。よしよし、じゃあよ、じゃあよ、行こう、行くぞ。あー、うわー、どうしよう。とりあえずここ見てみますか、お土産から。ずいおれじしま。只有人气什么？只有人气什么？盐水鸭，南京盐水鸭。南京也行呀，多少钱？90，人民币90元。99，すごい。英語で教えてくれちゃった99元。これ一個で終わってしまうわ。オッケーオッケー、シェ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 、やべ超むずい、やべ超むずい。はい、楽しみだ。ハロー、我是日本人。日本人。日本人。あ、Japanese。Japanese。え？Japan。Japan。Yeah。Japanese good。good。Thank you。シェシェ。よし、ちょっとずつこうほぐれてきたぞ。これはツーリズムスーパーマーケット。ああ、お土産屋さん。俺マジでこういうの日本じゃ全くやんないっすよ。でもまあ中国だし。我是日本人。これプレゼントされたら嫌かな。お、すげえ、これいいかもしれないよ。これ、これは寿司、寿司ウーカイ、カエル。よし、じゃあ食べ物買いに行きます。うわ、すごいのありますよ。これ。OK、ちょっと食べてみるね。谢谢。うん、好吃。我有六十五块。OK、拿两个。两。OK。うん。
里面买单。OK、よし、決まった。あと5元しかないけど使いますか？なんかいいですか？でも25元。たけ、5元のものはある。自分で食べるもの。あの栗だ。你好。我有五块。五块，五块，五块，五块。谢谢。ゼロ怖い。ありがとうございます。シェイシェイ。じゃあいただきます。初めて食べますよこれ。おお。うん、好きい。甘い。五块钱で買う。五块、五块、五块。うん。いい買い物した。鄙人明明鉴。鄙人名叫孫大半爺。ここでなんか自己紹介 なさそうだから。我的愛好是看動漫跟打遊戲。打遊戲。うわすげえ。すごくないですか、龍じゃないですか。そうです全然横浜と違うわ。こっちの方がすごいわ。こっちの方がすごいすごいすごい。え、これはこれなんすか、有名なんすか。お土産として買うにはいいのかな。だろう、一番おすすめ聞いてみようかな。頑張って。あ、请问请推荐请推荐推荐一下。哎呀，推荐哪个卖的好呀？这个卖的蛮好的，五个口味，买四送一的。推荐，推荐。是啊，时间到了吗？蔓越莓椰蓉的。啊，梅蓉，椰蓉。还有牛油果吗？牛。牛油果吗？牛油果的。你喜欢？你喜欢哪一个？我喜欢这个牛油果。啊。嗯，你喜欢？啊。じゃあ、これを。やろう。いいか。谢谢。なんだろうな、お土産と。お土産となんだっけ。俺も忘れちゃった。頼むのに必死だった。お土産一つと、今すぐ食べるの。ああ、俺が食ったらいいんですか。オッケー。走吧。走吧。请问。好。好，これ、这个，好，一个，谢谢，谢谢。哎？もち米で作った。食べれる。食べれる。お、これ食べれる。食べれる。甘いってなんて言うんだ。甜？很甜。很甜。お、元太、元太、早くない？飛べるようじゃん。そんな余裕ないんだけど。え、俺だってなんだっけ、もうなんかカモのやつ。何人先輩やってもう精一杯よ。これ何って聞いて、なんか美味しいよ美味しいよって言われる。俺結構通訳さん甘えちゃってるから。甘えてんの？俺も甘えよ。なんだっけ、ゾンバ。再见再见再见。面白いわ。難しいけど。あっちはなんだろうな。あ、でも特産って日本語と同じ漢字が書いてある。特産。次什么？这是南京的鸭血粉丝汤。鸭血粉丝汤。啊。like。这是开水一泡就可以吃了。嗯哼。全然わかんねえよ。我想想，我想想。你想想。你想想。好嘞。好，来。難しいよ。難しいし、なんならあれ一個いくらかわかんなかったよ。え、ねえねえねえ、想定外に広いんだけど。え？
こっち行ってみようかな。広い。お土産っていう感じのものがあんまりない。食べ物が多いですね。これ気になる。ポストカードかな。でもポストカードってすごくいいよな。その時の風景とかがあって、なかなかやったことないけど、こういう旅の時とかに実家に送ったりしたいなと思う。おばあちゃん家とか。すごく綺麗。ふつみゃ、これにします。あ、でもどうしよう、ちょっと待って、やばい、聞いたはいいけどどっちにしようか迷う。シーファンへ行こう、シーファンへ行こう。そうなんですよね。いやでもな、ごめんなさい、俺、いやでもダンスやってるから、ちょっとこれはマイケルを譲る。マイケルは譲る。マイク、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 チクシュ。買えました。我買了。我買了。雨は雨。どうしようかな。さっき行ったのはあっちで、でもあのおばちゃん、あれ、你好。 Already again? ヘルン、ヘルン、はい、見せてくれ。 No, 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 no? え、1個買いました。え、俺なんかもう時間ないってなったから急いで買ったよ。あ、じゃあ俺もでも1個、もう1個買わなきゃいけないの。じゃあよ。優秀だね、俺。優秀だね。優秀ですね。ニャオ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 。これは何待ち。ニャンタイはまだ1個しか買ってない。オッケーオッケー。戻ってきたって言われるよ。シェファンシャンマ、シェファンシャン君、シワイコ、え、迷うよ、そんなん。迷う、え、迷うよって中国あります？迷う、迷う、チョーチ、チョーチ、ここら辺でも美味しそうだな、なんか。え、天来、天、天、天ら、天やんらぼ。へぇ、ネック。おぉ、これにしようかな。美味しそう。謝謝。緊張したよ。帰った。よし帰ろう。はい、三、二、一。はい。みんなバラバラだね。バラバラやね。いやー、俺のはね。ジェンタイランは何？ジェンタイランのはすごいんですよ。え、何それ？これ何それ？おもちゃ？自分欲しさ？欲しいだけだよ。しかもこれ、これを。つなげて、しかもここちゃんと玉も動く。で、残り5元余ったので、5元分だけくださいって言って甘栗をもらいました。そもそも論、5元分だけくださいなんて絶対言えないんだけど、高度なテクニック。うー怖い、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 だけ。これがビンタンフル。うまそう、それ。この紙のまま食べれるって。え、そうなんだ。なもち、ぜひ食べてください。え、本当に紙ごといくの。うん、いや、紙がもち米でできてるみたいで。パルパル。いただきます。うん、めちゃくちゃ甘い。うん、ハウチー、ハウチーしか言えない。ハウチー。二人が高度だよ。なんで一応ごめんなさい。やんたい。やんたい。まず優柔不断なんです。で、すごい迷ったの。選択困難じゃん。何？チェン。ポストカードとダンスずっとやっててマイケルジャクソンのしおり。ポストカードでも可愛いよ。そう。マイケル。ここのやつなの多分。プースミャオの本当ポストカードですごく綺麗なの。めっちゃいい。どうしようと思って。迷いに迷った。迷いに迷って、やっぱカモだよ。カモの首のなんか僕全然通じなかった。いやね、難かったね。いや難しかった。全然通じないですよね。僕も買ったんですよ。え、皆さんに。え、マジですか。え、何ですかこれ。カエデミ。え、何これ、わかんない、怖いんだけど。ドリアン、うん、ドリアンな俺も気がする。うわ、くさ。これは超豆腐っていうプラスドリアン。マックスじゃないですか。ダブル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 。はい、え、じゃあよ。おいしいの。うわ、どういう顔よそれ。うん、まい。やばい、めっちゃ臭い。いただきます。
ってこれやばいわ、これやばいわ、うんこのニュース何その顔は。あ、甘いの食ってる、中和してる飲み込めない。やばいかもしれない、やばいかもしれない、男男チェンダーやな、うん、震え、やばい、ダメだ。水飲んだら余計なんか広がりそうよ。面白すぎる。もう鼻で息吸ったらもうすっごい来る、ね、鼻がやばい、ダメ。俺だけイチゴ食べれてないんだけど、俺だけずっと臭豆腐やねん。大丈夫そうでしたもん。大丈夫そうでした。俺大丈夫みたいな。香りは抜けないね。抜けない。やっぱり本当に人生で絶対食いたくないなってテレビで見て思ってたんですよ。いや、でもパンチは効いてる。やっぱりすごかった。あ、いや、でもいい経験でしたね。女性に受けそうなのは本当ですか？彼女ない。モテなかった。なんで？俺も本当にモテなかった。本当に。俺バリバリモテた。ああ、いやでも。実際モテるよ、トミー君。俺応援団長とかやってたから。ああ。後輩からもなんかモテそう。じゃあモテたくてそこに行ったよ。さすがっすよ。中学までずっとバスケやってて、高校は。バスケめっちゃ得意だったけど、うん、モテたくてサッカー部。バスケ部かっこいいじゃない。いや、なんか夏のさ、日焼けしてさ、あー、サッカーは夏休み終わった時のバスケ部ってずっと真っ白じゃん。うん、だから、かっこ悪いと思って。モテたいっすね。モテたいよな。卒業式全部なかったもんね。でも、わりかし良かったっすね。うわー、うわー、私なんか多分全部ないんだよ。最強だわ。ないよ、多分。いやいや、全部あった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 。取りに来る人もいなかった。悲しい。寄せ付けない感じのなんか出してたよ。女くんな的な感じだったね。あ、でも僕はなんか学級委員長とかやってたから、なんかメイクとか禁止だと結構みんなメイクしてくるじゃないですか。あ、化粧落としとか普通に渡してた。あ、それは嫌われる。ほら、落としなよってやったらちゃんとちゃんと、だから男として多分好きになれるタイプじゃない。なるほどね。俺普通にモテなかったな。なんでよ。でも社長にも言われてんすよ、あんた絶対モテない。なんで。喋るとダメって言われました。喋んなきゃいいじゃん。黙ってるじゃん。ちょ、喋んなかったらいいってめちゃくちゃ言われますね。黙ってるじゃん。人間喋りますね。まあ、そうな。なんか可愛い。いや、全然悲しいっす。でもね、年上にモテる。年上に絶対モテるタイプだよ。そう、いいよ。年下はちょっと喋んないでくれ。そうね。大人の女性はみんな良さを分かってる。よかったです。一番遊んでそうなのはなんでなんすかね。オーラ出てます。いや、良くないオーラだよ。色気っていうことです。あ、本当ですか。やっぱ、いろいろ経験してきて俺はできる男だっていう感じ。フォローしてんのかしてないのか分かんないよ。すごいね。俺、微妙に下げられてると思うね。分かんない分かんない。どっちだろう。分かんないな。ダークルークなんか開けちゃダメだよ。おお、色が綺麗。完成です。チャンチャン。アメイゼン。よっしゃ。欢迎来到寿司物语。